ワスプ -76B は、魚座の方向に約640光年離れた位置にある、恒星ワスプ -76 を公転している、太陽系外惑星である。ワスプ -76B は、2013年に太陽系外惑星探索プロジェクトのスーパーワスプによるトランジット法での観測で発見され、ワスプ -82B と、 ワスプ -90B という別の二つの惑星と共にその発見が公表された。発見論文がアーカイブで初めて公開されたのは2013年だが、アメリカ航空宇宙局のサイトでは、発見論文がアストロノミーアストロフィジックスに掲載された2016年を発見年としている。ワスプ -76B は主星から約500万キロメートルしか離れていない。 軌道をわずか1.8日で好転している。ホットジュピターで、質量は木製の約9割ほどだが、半径は約1.85倍にまで膨張している。アルベドを考慮しない時の平行温度は1、摂取955度、主星に面した昼側の温度は2、摂取420度に達すると推定されている。主星からの強い放射によって大気が膨張することで、 質量の割に半径が大きくなっているため、密度は太陽系の惑星で最も低密度である土星の約4分の1にあたる0.17グラムマイリセンチメートルしかない。主星に対して常に同じ面を向けて好転する長積固定の状態にあると考えられている。 鉄の雨が降ると考えられている WASP-76B の大気圏の創造図2019年にラシア天文台に搭載されている高精度視線速度境外惑星探査装置による観測で WASP-76B の大気にナトリウムが含まれていることが判明した2020年には 超大型望遠鏡 VLT による観測で WASP-76B の昼側の大気から大量の鉄蒸気が検出されたことがジュネーブ大学の研究チームによって発表された。また、この鉄蒸気は WASP-76B の昼夜の境界のうち夕方側にあたる境界でのみ検出されている。WASP-76B では長積固定により昼側と夜側の温度差が 摂氏0ュレレレード以上あることで昼側から夜側へ時速1万 8000km という猛烈な風が発生している。この風により高温の昼側にある鉄蒸気が夕方の境界を越えて低温の夜側に移動されそこで凝縮して雨となって降ることでもう片方の朝側にあたる境界では鉄蒸気が検出されなかったとするシナリオが最も 可能性が高いとされている。研究チームを率いたデビッド・エアン・ライクは、雨として降った鉄は、大気循環を介して昼側の面で、再び鉄蒸気となり、ワスプ -76B では、このような鉄循環が永続されているだろうとも述べている。エクソイオであるワスプ -76BI が存在する可能性が示されている。ありがとうございます。